どうも、ヌヌです。オーディンスフィア、レイブスラシル、続きを遊んでいきたいと思います。オズワルド編も最終章に入りました。よく似た。アルワートの種が売ってる。いや、これはもっとこう。リアプーからお食事としましょうか。ご注文はどん。高い、一番高いのは食えないか。かしこまりました。以上で。かしこまりました。以上で。かしこまりました。以上でよろしいでしょうか。かしこまりました。以上でよろしい。あと1レベル上げて先に進みましょう。かしこまりました。以上でよろしい。ありがとう。よし、トラック食べたということで、スキルポイント、装備品の付与効果強化のやつつけときます。内緒だけど、隣の。いや、別に安くなってなくない？いや、気晴らしになんか。あ、安くなってんだ。ただこっちのカレートはどうなの？あ、安いんだ、ルーアート。30だけルーアートがこっちの下の方が安いかな？ナイス。うん、安い安い。ルーアートはな、高級食材で結構経験値の高い料理を作ってもらうのに使うんですよね。レベル39から。止まれ。邪魔立てするな。貴様、何者だ。お前はもしや。お待ちください、オーダーインを。誰かあの御仁をお止めしろ。オーダインを自らお越しになられるとは、我が兄弟たちの無礼は詫びよう。構わんよ、鬼貴僧。わしとお前の仲ではないか。訪れたのは他でもない、娘が来ていると聞いたのでな。ああ、タイタニアの賢人たちがもたらした私の宝だ。丁重に扱っているよ。返しはしないがな。真に賢きは自らを賢人とは呼ばぬ。あれは年を経た偏屈どもの集まりだ。その偏屈らにお前の国とこと構えるよう言われているのだが。何？わしの国と？それは面白い。娘一人で国を動かそうと図るか、正気とは思えぬが。それとも本当に炎の軍勢は北の大地まで押し寄せるつもりかな？
まさに予言の成就となろうよ。食えぬ男だな。だがグエンドリン姫はお前の娘とは思えぬ清らかさだ。炎と同じにこの胸を熱くさせる。滅んでゆく世界をお前の娘と共にほくそ笑みながら見守るのもいい。わしよりも長く生きていながらそのように青臭いことを言い放つとは、情け容赦なく全てを灰とする炎の王とは思えぬ言葉よ。俺も思いもよらなんだわ。魔王ともあろう者が娘を心配してこの因縁の地に降り立つとは心地よい。そこまで大事な娘がお前のかけた魔法で私の手に入る。魔法の眠りの話を知っておったか。ならば好きにするがよかろう。思惑通りに行けばいいがな。なんだと？というわけでボロケネにやってきました。レベル39のスープに結構いきなりがない岩場の奥。ワルサーシェイドは使えるかもしれないな。デビルラッシュはちょっとレベルを上げていきたいところ。フレイズクリップシャドウバイト、アルサーシェイド、イビルラッシュ、サーペントグリープ、どっちしようかな。よし、
上げときましょう。
わけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。